読解力を養う3つの方法。ラオミンさん、38歳女性。読解力を養うためにはアウトプット前提で読むということでしたが、メモをしながら読むのはありでしょうか？ね、読解力っていうのがやっぱすごい重要ですね。これからの時代。読解力すごく重要。本をしっかりと読んで内容を理解する力ですけども、今の小学生とか中学生とかのそういう読解力の試験みたいなのがあるんですけど、非常に一昔前では世界的にも上位だったのが最近ものすごく下がってきているという結果が出てますね。読解力が低いということはどういうことかというと、教科書を読んでも理解してないってことなんですね。ただ言葉自体を音読で読めることはできるんですけど、内容をきちんと理解できないわけですよ。あるいは文章題とかを見てもその文の意味を理解できないから、数学とかが得意でも文章が読めないと、きちんと正しく読めないと間違ってしまうんですね。読解力が高い子どもは数学の成績も高い、読解力を鍛えると数学の成績が上がるという、そういう研究があったことですね。なので皆様のお子様とかの頭を良くしたいっていうけど、頭は急には良くならないけど、読解力は数ヶ月でもかなりアップしてくると思うので、読解力を鍛えると学校の成績が良くなるということはもう、こう間違いないことなんですね。で、皆様方も読解力をしっかりと養うことによって思考力が養われるし、仕事の能力なども養われてくると。例えばビジネス書を読んでも読解力のない人はそこからこのぐらいの気づきしか得られませんけど、きちんと本を読解できる人はこのぐらいの気づきを得られるわけですから、一冊の本読んでも得られるものが10倍違うし、自己成長も10倍くらい違ってきますので、読解力ってものがとても大切です。じゃあ読解力ってどうやったら養えるの？本読めば養えるんですか？本たくさん読めば養えるんですかって言うけども、養えないです。本たくさん読んでも、だって本たくさん読んでも読解する力は弱いわけでしょ、もともと。だから本をたくさん読んでも読解力は養われないですね。わかりやすく言うと、薄い読み方で100冊本を読んでも何の読解力も養われないですよね、それはね。じゃあどうしたらいいのって話になってくった時に、今日は読解力を養う3つの方法なので、読解力を養うため一番いい方法は本を読んだら内容を話すってことですね。ですから漫画でもいいですし、短編小説みたいなものでもいいし、わかりやすく言う本のようなものでもいいんですけども、そういうものを読んだらその内容をできるだけ詳しく家族であるとかお友達に説明するっていうことですね。例えば本一冊読んで、私だと本一冊何か読んだらそれについて30分以上延々と語れる、1時間以上語ることもできますけども、ちゃんときちんと読んでれば10分20分30分ずっとその本の話をすることができますね。内容をきちんと読み取って理解して腑に落として記憶に定着してれば、本一冊の内容を10分20分話すということは可能です。しかしほとんどの人はそれができません。アウトプットできた内容が頭の中に残ってる内容ですよ。だからこの本の内容ちょっと教えてと言った時に、うーんって一言も言えなかったとしたら、それ全く覚えてないし全く身についてないってことですよね。今聞いてうーんって一言も言えないのに、1ヶ月後にその内容についてペラペラと話せるようになるかって言うと、そんなこと絶対あるはずないわけだから、今たくさん喋ってても1ヶ月後にはだいぶ忘れる可能性があるわけだから、今何も喋れない人はもうその内容について全く読み取ってない、理解してない、記憶として定着してないわけです。だから本を読んだら内容を話してみるってことがまず重要で、それによって読解力がすぐに養われるのかということで言うと養われないんですけども、どれだけ自分が読解できてるかっていうか歴然とわかります。で、その本の内容を友達に説明した時に、説明しようとした時にちっとも説明できないとしたならば、あなたの読解力はかなり低いです。あるいはそこの本の内容やその本の気づきというものを他の人に説明しようとした時に、10分とか20分ペラ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 それについて語り続けられるとしたら、あなたの読解力はものすごく素晴らしいものだと思うんですね。だけどそういう人っていうのは結構少ないんじゃないかなというふうに思います。なのでまず第一番目としては、そういう本を読んで内容を話していくということで、それをできるだけ詳しく、あるいは詳細に話せるようにしていくってことが、逆に言うと読解力につながっていくんですよね。そういうふうに人にペラペラと話せるように読みましょう。次の本を読んだ時もその内容を家族や友人に話してみましょう。これがアウトプット前提っていう読み方になってまいります。読解力を養う3つの方法の2つ目、同じ本を読んで議論するっていうのがいいですね。友達と同じ本を読んでその内容について話し合うっていうのがいいですね。だから何でもいいんですけども、娯楽小説でもいいですし、難しい小説とかじゃなくてもいいし、最近流行ってるビジネス書でもいいし、ベストセラーになってるようなビジネス書であればたくさんの人が読んでるかもしれないし、その内容についてお互いに話し合う。そうすると自分の見方というのがここにありますけど、それと全く視点の違う見方というものがあなたのお友達から出てくる可能性があります。それっていうのは別な見方、読み方ですね。あ、そういう読解の方法もあるのかということが分かってくるということになりますよね。それで初めてすり合わせですよね。自分以外の見方というものがないと、あ、こういう読み方もあるのか、この人こういうふうに深く読んでる、深く読むってこういうことなんだっていうことが他の人とのすり合わせ
によってですね、分かってくるわけです。もしそういう友達に同じ本を読んでる人がいなければ、ネットで検索してみたらいいと思いますよ。最近流行ってる本について感想を述べてる YouTube とか、あるいはその感想をまとめているホームページとかいくらでもありますよね。なので自分が読んだ本について他の人はどんな風に見てるんだろう、読んでるんだろうっていう風にしてすり合わせてみる。それによって自分の視座ですね、自分の見方視座とは違う視座というものを得られる。それが非常に人間の自己成長のためには有益なんですね。自分の読み方、そうじゃない読み方っていうのもあるので、それを身につけていくことで多角的に物事を見る視野の広さであり、視座の多様性というものを得られるというふうに言えると思います。読解力を養う3つの方法の3つ目ですけども、今のやつ話したりする、本読んだら内容を友達に話そう、同じ本を読んで感想を言い合おう、相手がいるんですね。友達いませんって人も必ずいるので、本を読んで感想を書くっていうのがいいですね。本を読んで感想を書く、それをアウトプットなんですけども、それが書けた量があなたのその本に対する理解です。なので自分がその本に対してどこまで理解してるかっていうのは感想を書くことで歴然とします。だから感想が全く書けませんっていうことは大して理解できてませんっていうことが歴然となるわけですね。すごい長文の感想が書けたとしたならば、あなたの理解力、読解力というものは結構なものですよっていうふうに言えると思います。このように本を読んでその感想を友達と話したり自分で書いたりすることによって、初めてその本の内容どこまで自分が理解できたかということを知ることができますし、それを繰り返していくことで読解力、本の読み方というものがですね、深まっていくということですね。ということで、本を読んだら感想を話しましょう、感想を書きましょうという、このアウトプットというものをしていくということが読解力を養うために非常に重要です。ただ本を読んで、ああ面白かった、終わり、次の本読みましょう、ああ面白かった、終わりということで、10冊20冊100冊読んでもアウトプットしない限りは読解力が養われているってことはまずないと思いますので、必ずインプットしたらアウトプットしましょうね。私のアウトプット大全という本に書かれている内容でございますけども、そこの部分を意識して本を読んだらアウトプットするようにしていきますと、皆様の読解力はすごく伸びていきます。ぜひやっていただきたいなと思いますね。読解力一度身につけると一生ものなのでね、読解力が衰えるってことはそんなにないので、ぜひ皆さんの読解力を養って一生ものの財産を得てほしいなと思います。読者が選ぶビジネス書ランキング2023に樺沢の言語化の魔力がノミネートされました。この読者が選ぶビジネス書グランプリ2023ですけども、これはタイトルの通り、読者の皆さん、つまりあなたの投票で順位が決まるというランキングなのでございます。ぜひですね、皆さんの清き一票を言語化の魔力に投票してください。言語化の魔力は自己啓発部門というところにノミネートされておりますので、ぜひぜひあなたの清き一票お願いします。締め切りは1月9日までなので、ぜひあなたの狂気一票を言語化の魔力にお願いします。備考欄の URL から投票してね。